県内の公立小中学校で今年度末に廃校となるのは田村市の4つの小学校を含めて9校あります。福島市の中野小学校と水原小学校、伊達市の石田小学校、そして天栄村の湯本中学校といわき市の大野中学校がそれぞれ廃校となります。そして各自治体に取材をしたところ、この9校すべてが現時点では廃校後の使用目的はまだ固まっていないということでした。また文部科学省によりますと、2002年度から2020年度までの19年間で廃校となった県内の公立学校の数は267校でした。これは全国でも8番目の多さとなっています。井上さん、これだけ数が多いと、その廃校になった後の校舎をどう活用するかというのが課題になると思うんですけれども、県内で何かいい例というのはあるんでしょうか。はい、県内では廃校を利用して地域の新たな交流拠点としている例がいくつかあるんです。こちらの映像をご覧ください。こちらは猪苗代町のルーツ猪苗代。17年前に廃校となった旧山形小学校をリノベーションした施設で、現在はインテリアショップやカフェなどが入った複合施設に生まれ変わりました。そしてこちらは小野町の趣味複合施設いいとこ。3年前に廃校となった飯豊小学校の校舎を利用した施設で去年オープンしました。中にはゲームを楽しめる e スポーツルーム、そしてミニ四駆の大型コースに、ドラムを楽しめる音楽室まであり、小野町の新たな交流拠点になっているということです。おしゃれですし、まさにこう廃校が生まれ変わっていますよね。そうですよね。さまざまな活用方法ありそうですよね。はい、こういったですね、複合施設だけでなく、全国では廃校を企業のオフィスとして利用する事例もあるそうなんです。今後も廃校となる学校は増えることが予想されていますが、行政には新たな地域づくりにつながるような利活用をしてほしいと思います。